に迷惑してるのはみんな純粋な学会員ですよ。みんな純粋に信仰を持ってね、大乗院様を信じて、で、本当に世界平和、本当の意味の公然ルフ世界平和のためっつって、日夜さ、本当にこの神職忘れてやってきてんのに、実は中枢部はね、そんな純粋な信仰じゃないんです、もう鼻から。そう。で、どんだけまた利権を貪ってるか、信濃町の、ああいう中枢部。表に出たね、平成4年の表に出た四ツ谷税務署に申告するからね。そこで当時は長者番付ってのをずっとやってたから。そのすごいです。池田さんですら、池田さん個人？個人ですら、当時で、納税額が7000万だか8000万だかだそんから、なもんね。だからその約3倍と考えていいんですよ。それが所得。3億ぐらいでしょ？しかもそれは堂々と納税してるとこだからね。公的で。目に見えない利権でどんだけ入ってるかなんて、本当にあんなもの氷山の一角だから、こう税務署にちゃんと出すなんていうのは。本当ごめんなさい。学会に行くです。まあ本もそうだろうし、マシなんて、なんだって申告義務がないんだからさ、宗教法そう人っですていうのね。は。公示する義務もない。それで、納税の義務も極端に少ない。こんな儲かるのはないんですよ。法人だったら池田先生の個人の財産っていうか収入ってほんの院宣のだけじゃないですか、本当ならあの人は仕事してないんだから。本当ですね。本だってね、まあそれでも東京新聞社のまあね、あれ、給料でもあるだろうけどね。そんなにあるわけないよね。で、当時秋谷さんぐらいで、確かね、3000万高の納税かな、4000、3、納税だ4000も万ん納ね、税、納納税税だだもから、んね。そのやっぱり3倍として1億2000万の、しかも平成4年の、まだまだね、今よりそう相そうそう、当、しかも表に出した金だけで。だから、推して知るべしですよ。信濃町の中枢の、もう、だから北朝鮮とか、ああいう共産主義社会と同じで、みんな平等だって口では訴えながら、結局その特権階級だけが莫大な富をね、富と権力と利権を握ってる姿が。で、全国の学会員たちはそれこそ定期預金解約してだよ、それからもう豚の貯金もやばってさ、そうやってやってきてんだよ。だからね、やっぱ僕らは本当そういうことが分かれば分かるほど、みんな分かんないからね。分かんないさ。どんなにそんなこと語ったってね、あんた何言ってんのと、前にとっつかれてるだけよと言われるだけなの。だけど真実っていうのは騙せないです。